ははい、カメラマンの石山でですす、えー、今日日日、月木曜日曇り空です、えー、先日光の、ね、ライティングのことで少しお話ししましたけども今日はですねその中で、えーまあ、カフェに実際に行ったりとかですね、まあ、レストランに行ったりとかする時に、えー、レフ板を使うという状況がなかなか難しいというようなことですね。 えー、コメントもいただいてましたなのでレフ板が使えない時にどういう光で撮るのがいいのかというところをちょっと意識しながらやってみたいと思います。えー、今今日杏仁豆腐にしましまでライト向こうからですねライトというか、まあ、窓側なんですけども、えーまあ、ディフューザーをちょっと入れてるので、えーまあ、白い 明るいところがね、映ってると思います。で、こちらは背景紙があります。で、白いテーブルがあって、カメラの位置というふうになってます。で、まあ、杏仁豆腐なのでね、白に、で、器も白っていうところで、あえてやってるんですけども。えー、この状況の中で、えー、どういう光で撮ればいいのか、というところをね、考えていきたいと思います。えー、まずですね、今。 窓からの光に対して、まあ、ほぼ真後ろから来てるようなね、えー、逆光気味な光で狙ってますでその状態でこの写真をね1枚撮っておきたいなと思います。えー、あとねポイントになるのが絞りをいくつぐらいにすればいいのかっていうねその辺のこともあるんですけどもそれは料理全体をピンとくるように撮りたいのか えー、何かポイントになるところにピント合わせて他は少しぼかしていきたいのかっていうねそういうところもあるので、えー、少し絞りをですね何段階か取っていきたいと思います。で今日使用しているカメラは EOS R6 に、えー、RF35mmF1.8 のマクロレンズ、えー、これをね使っております。えー、それででピントの位置はですね基本的に 手前にみかんがあるんですけどもそこをピントの位置としてずっと固定していきたいなと思います。えー、これがですねまあ開放1.8なのでね、えー、そこまでいくともうちょっとボケボケなんですけどもあえてそれもね、えー、ちょっと。 撮っておこうかなと思います ISO40060 分の1の F1.8 って、まあ、結構ね暗い中になってますけども、えーまあ、これ光もですね、まあ、カフェなんかでね直接バーッと入ってきてなくて柔らかい光が入ってきてるようなねカフェなんかではこのぐらいの光かなというところであえてこれで撮っていきたいと思います。そして 2.8ねちょっと飛び越して F4 にしますなので ISO は400のままで15分の1はいそして56 シャッタースピード1 8分の1になりますそして8を取っておきましょうかね8まあここまでね絞っていくということもそんなにないんですけどもねシャッタースピードが1 4分の1になります、はい、そして 今度は光のことですね。今、まあ、逆,光逆光気味でちょっと撮りましたけども少し斜め左から入ってくる光で撮ろうかなと思います。 このぐらいの光がですねまあ一番私としてはおすすめしたいなと思うんですけども、えー、商品に対して左サイドの方からサイド光じゃなくて左45度ぐらいのところですねぐらいから来ているまあ半逆光と言われるような光ですけどもこのぐらいで撮っていくとですねあの商品のその 杏仁豆腐の一つ一つの立体感も出てきてそして、えー、中のシロップですねつゆの部分これもある程度こう反射があってでこちらの方の右側の方は反射が少し控えられるというところで、えー、その質感的なものがよく見えてくるんじゃないかなというふうに思います。えー、先ほどよりもちょっと 右側が暗部が増えてきているので、えー、1 3分の1ちょっと明るくするので13分の1っていう、ね、露出で撮っていきたいと思います。これで撮りますこれが反逆光というね光ですね。サイド光ですねサイド光的な光。 はい、サイド光の光だとですねどうしてもこちらの上の方ですねこれが、えー、まあハイライトになっていかないっていうところがねあるのでどうしても、えー、ちょっと少しやっぱり逆光気味の光を使うっていうのはなんかねポイントのような気がしますね、えー、これでちょっとだけ巡光を 一を取っておきましょうかね純光はね僕が影を作っちゃうからなちょっとちょっとだけサイドに回り込みますねまあ純光 今商品のですねこちらサイドからこう光がきてますなのでまあほぼ巡行に近いところでやってるんですけどもどうしてもこの状態で撮ってしまうと、えー、料理のというか食べ物がですねあまりおいしく写ってこないなと思いますなのでカフェなんかでとかまあレストランとかもそうなんですけども えーまあ、外光がもし入るようなところであれば窓を背にして撮るのではなくて窓に対して、えー、向かって撮るという感じですかねそれを再度とか少し逆光反逆光的な光を探しながら撮るというのがいいかなと思います。でやはり美味し,く美味しく映るポイント逆 逆光気味の光これはうまく使うべきだなというふうに改めて思います。おす,すめしますなのでやっぱりねこう窓に対して45度まあ30度から60度ぐらいのところの角度で窓に対して自分がいるっていうことですかね。逆光光気味の光をうううまく使とということが、 えー、非常にポイントになってくるのかなというふうには思いますはい、この何もレフ板がない状態で、えー、捉えていくとしたらこのぐらいの光の角度が一番綺麗に映ってるかなと思います白い、えー、器の中で白い杏仁豆腐がちゃんと立体的でもありそして白飛びしないというねこの露出の中で多少 撮っていいいいければいいかなと思いますピクチャースタイルは、えー、忠実設定にしてます。ということで、えー、撮影してみました。ありがとうございました。